ク・ハインリヒ・ウェーバー・ゲオルク・ハインリヒ・ウェーバーは、ドイツの医師植物学者である。ゲッティンゲンに、哲学者のアンドレアス・ベーバーの息子に生まれた。ゲッティンゲン大学で医学を学び、1777年に、キール大学の医学の解剖技師となり、1780年に、医学と植物学の教授となった。それまで、キールを支配していたホルシュタイン広告の医学教育は、 極めて劣悪なものであったので、患者の治療は、自らの家や、患者の家で行った。同じ年に病院を設立した。教育と治療のために、薬草園を提供され、息子のフリードリヒ・ベーバーや、ハインリヒ・モーアラと植物学の研究を行った。1799年に、ホルシュタイン公爵の辞位となった。植物学の分野では、種子植物に加えて、チー類、 藻類、船体類の研究に取り組み、地位類について先駆的な研究を行った。ウェーバーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ゲオルク・ハインリヒ・ウェーバーを示すのに使われる。ありがとうございます。